行くもーい。やってまいりました。ちょっとですね、このね、育毛シリーズ見ていただいている方からですね、吉谷さん育毛シリーズ見てますよっていうことをいただいて、吉谷さんと、お風呂でマッサージするといいですよということで、今度お風呂でぼやくシリーズを撮った時は、まあ、今日はちょっとお風呂入って撮ってないんですけど、インスタとかフェイスブックちょっとやってました。だから動画撮ってないんですけど、今度はお風呂でぼやく時はもみもみしたいと思います。なんかね、風呂場でマッサージするといいらしいですね。はい、ということでカロヤン S ウィズオイ、病は木からってあるじゃないですか。病は毛根からですね。病は毛根から行くもー、行くもー、行くもー。まああんま変化ないですよね、絶対。まあ一応これね、カロヤン S、発毛促進、育毛って書いてありますからね。予防、抜け毛の予防って書いてありますんで、すり込む、1日に3回。いやでもね、シャンプー適当にやってるから、シャンプーももうちょっとね、丁寧に洗わないといけないなと思うんですけど、やっぱ適当にやっちゃいますよね。シャンプーもなんかね、その今メリット使ってるんですね。メリット、まあ、メリットは弱酸性で、まあ、僕肌がそんな強い方じゃないんで、まあ、メリット調子いいんですよ。でもね、これね、枕がね、完全親父の匂いしてますね今。完全に親父です、うん、あ、やべ、ちょっとつけすぎた。つけすぎも良くないですよね。でも硬い、頭皮が。だいぶはげてますよね、これ。こんな感じですからね、今。これどれぐらいふさふさになりますかね。戻るのかな。失った髪は戻らないっていう噂があるんですけど、僕は信じたい。失った髪は戻ると。絶対ね、僕ね、ひげが生えてくるわけですから、ひげが生えるってことは絶対生えると信じたい。なんかもう、なんか失った毛根からは生えてこないっていう噂があるんですけど、いや、人間の力は違う。信じれば全て叶う。だってひげ生えてきますからね。ここに生え、これ剃っても生えてくるじゃないですか。だからまあこれ頑張ればなんとかなると思うんですよね。なんとか多分頑張れば絶対生えてくるはずです。諦めたらそこで試合終了だよっていうね、安西先生が言ってますからね。諦めたら毛根は終了ですよ。諦めたら毛根は死ぬ、うん、これね、手のね、握力もつきますね、これ。でもこれ女性にマッサージしてもらいたいですね、これ。ハンドマッサ、頭皮マッサージってあるじゃないですか。あれめっちゃ気持ちよくないですか。あ、超気持ちいいっすよね。あ、痛い。これ自分でやってると虚しくなるな。こんな感じ。こう育毛シリーズの動画300個ぐらい作ったら、まあ半年、まあ1日2回ぐらい撮ってるから、
まあでもね、この頭の多分ボリューム感が分かってくると思うんですよね。これずっと撮ってると、あれと、あれもしかして吉谷さん育毛してるっていう。1年後見ててください。1年後ふさふさになってますから。1年後ふさふさになってますから見てろよ。育毛で1年後ふさふさになったら情報商材出そうと思います。育毛する方法みたいな育毛する方法3万円みたいな、もう完全新手の詐欺ですよね。育毛する方法3万円みたいな、この動画を見ろみたいなこの動画を見ろみたいな、育毛する方法3万円この動画を見ろと、やり方は簡単だと、動画を撮って習慣化しろと、育毛マッサージを習慣化しろっていう。あなたが薄毛の理由っていうのはその畑を耕してないと、畑を耕すためにはもう習慣化しないといけないと、毎日畑に行って耕すっていう行為をしないとダメなんですと。でそれができないからダメなんですと。じゃあそれを習慣化するためにはどうすればいいのか、僕のように育毛動画を撮ってくださいと。多分ね、これ一人でやってたらもうね、シリーズ化しちゃったんで、こう やり続けないとダメですからね。だから僕も実際そのやっぱ吐いていただきたいなと思ってますから。はい、よし、これで今日のマッサージは終了したいと思います。以上です。